レガシーワールドは日本の競争馬。1993年日本調教の馬として初めて GI を勝った。バレエは2000年以前に使用された旧表記で統一する。レガシーワールドを管理することになる調教師の富山ため、夫と当時富山級者所属の調教助手だった森秀幸が入級する前のレガシーワールドを見に牧場を訪れた際に、 この馬は走ると断言していた。ところが入球後、レガシーワールドは人間の指示を素直に聞かず、すぐに人や馬を威嚇するなど、父母から受け継いだ気の悪さが露骨に現れ始めた。この気象難に加えてゲートベタだったレガシーワールドは3歳児は、出遅れ癖がひどくて勝てず5戦未勝利に終わり、おまけに骨折するなど散々だった。このままでは、 才能が開花する前に終わってしまうと考えたと山は、休養中にレガシーワールドを虚勢する、荒領事に出ることにした。虚勢後、レガシーワールドは、才能が、一気に開花した。復帰初戦こそ騎士を振り落として、競争除外になったものの、未勝利戦から500万下条件、900万、下条件と夏の間に参照を上げた。そして、喫下賞トライアルのセントライト記念では、 逃げを打つと、前半後ハロン60.6のペースで進み、直線一度はライスシャワーにかわされたのを頭さざし返して勝利し、重傷初制覇を遂げた。その後、レガシーワールドは馬ゆえに菊花賞には出られず、東京スポーツハイとドンカスターステークスのオープン特別を連勝して、ジャパンカップに出走したが、東海帝王の4着に敗れた。続く、 アリマ記念では直線で打ちをついて追い込んできたが、メジロパーマーに花さ届かず、2着に終わった。年が明けて5歳になったレガシーワールドは AJC、バイでは圧倒的な一番人気になったが、ホワイトストーンに逃げ切りを許し、2着に敗れた。その後、レガシーワールドはサイドの骨折により、秋まで休養に入ることになる。休養期間中に、 今まで管理していた富山調教師が死去し、森級者所属となった。秋になり、骨折が癒えたレガシーワールドは、京都大賞店から復帰した。このレースから、森の移行により、川地洋に乗り換わることになったが、レコード勝ちしたメジロマックイーンにサンバシンハンサの2着に、敗れてしまう。それでも、自走のジャパンカップでは、ケント・デザーモのゴール板5人ミスで直線で伸びをかいた。 コタシャーン以下を封じて、初の GI 制覇を達成した。しかし、これが、レガシーワールドの生涯最後の勝利になった。有馬記念では2番人気で出走したが、東海帝王の5着に終わった。2007年4月22日東京競馬場、特別展示その後、レガシーワールドは、米国遠征も取り沙汰されたが、その直後に、屈拳炎を発症。 皮膚病にもかかり長期休養に追い込まれた。長期休養から復帰したのは20ヶ月休養後の箱館記念のことだった。箱館記念ではそれまでの実績が変われ2番人気に支持されたが最下位に大敗。その後、レガシーワールドは8歳まで現役を続けたが、GI 優勝ばらしい走りを見せることができず、1996年の宝塚記念発着を最後に引退した。 現在は、生まれ故郷、北海道新日高町の平和田牧場にて、功労場として、寄生を送っている。2007年4月21日、22日の2日間、東京競馬場のグランドオープン記念として、ウィニングチケットと共に特別展示が行われた。ありがとうございます。